自民党派閥の政治資金事件をめぐり安倍派の西村前経済産業大臣と世耕前参議院幹事長はおととし3月に安倍元総理、細田前衆議院議長との4人で派閥幹部の会合を議長公邸で行ったことを明らかにしまししまた。ただ、このの会合ではは派閥のキックバッククバに関する議論はしていないなと否定しました。 世耕氏は今月14日の政治倫理審査会でおととし3月の会合についてスケジュール表にも記憶にも残っていないと説明していましたが再度,再度記録を点検したところ日程表が出てきたと釈明しました。